はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日は、まあ、割とこうランク120、130ぐらいになってた人が、まあ、やっぱり目指すところとすればグリームニルだったり、まあ、ブローディアとか、まあ、そういう140石マルチ系っていうのを攻め込みに行くことになるとは思うんですけれども、風子戦場とかに見据えてラストストームハープあるじゃないですか。うん、このラストストームハープは無凸で並べた方がいいの？それとも一本ずつ凸っていった方がいいのかについて答える動画っていうことでやっていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。で、まあ、まずはここに関してはしっかりと前提条件っていうものを明記しておかなくちゃいけないんだけど、まず僕はメイン武器を視点陣にしました。うん、まあ、リミテッド武器はなし、一本も入ってない状況で、まあ、今回メイン武器は視点陣なんだけど、あとティアマトボルトマグナの4凸は最大3本まで、うん、にしましたね。まあ、ここに関してはちょっと将来的に使う可能性も加味するとっていうようなところで、今から新規で始めましたよ。まあ、昔から始めてる人とかだったら、ティアマトボルトマグナ4凸7本とか、まあ、実際に僕も作ったし、まあ、持ってる方も多いと思うんだけど、今から始める人はちょっとそこら辺はね、最終的に入るのが3本かもしれないよっていう風に言われてたりすることもあって、まあ、持ってる人は少ないということで、ティア中の4凸は3本まで。としました。で、3凸系のティアマト武器、うん、ティアマトガントレ、ティアマトボルトの3凸は自重しない、うん、何本でも入れられるっていうような条件で、バハムートのフツルス、うん、バハムートはフツルスまでで、まあ、あとはムク武器もありっていうような感じですね。まあ、ここら辺になってくると、まあ、ランク150までくらいになってれば、まあ、ギリギリ作れたり作れなかったりもするんじゃないかなっていうぐらいの装備になってると思いますので、まあ、こちらの方。あと、グリームニルハープの4凸はとりあえずなし。まあ、無凸の本数でちょっと喋りますね。うん、で、行っていきたいと思います。で、まあ、じゃあ結論から言いましょうか。うん、無凸で並べるのはメリットがかなり薄かったです。はい。で、まあ、このグリームニル、まあ、この装備の方見てもらえればいいんですけど、グリームニルハープが3本、ラストストームハープが3本、ティア銃が3本っていうような形で、まあ、この編成は、あれですよね、最終編成の雛形みたいな。うん、ぶっちゃけて言えばこのラストストームハープをすべて4凸すれば、まあ、最終装備とも言えるぐらいの装備にはなってくれるっていうような感じにはなってると思うんですよ。うん。でも、この編成だとですね、まあ、火力がまず低かったです。僕が今回比較した装備はこちらと無凸ラストストームハープが3本入った状況。だからティアマトボルトの3凸1本、まあ、あとは EX 工人。まあ、ここに関してはそんなに、これを持ってねえよと、ゼノサジタリウスの武器持ってねえよっていう人に向けて言うと、ゼノサジの槍もそんなにこう依存度は高くなかったんだけど、まあ、一番火力が高くなる編成っていう風になってくると、まあ、僕はここら辺が塩梅的にいいんじゃないかなっていう。ふうに思いました。で、ここのダメージグラフっていうのを見てほしいんですよ。で、このダメージグラフなんだけど、最初に火力が高いのが、ラストストームハープ3本。まあ、渾身が入ってるんですよね。渾身が入っている分、やっぱり最初の火力は高い。で、左側の方が、グリームニル、ティアマト、ティアマト。ティアマト4凸、ティアマト4凸。で、右側の方が、ティアマト4凸、グリームニル3凸っていうような感じになってんだけど、まあ、やっぱり見てもらえればわかるんですけど、HP がですね、まあ、ティアティアの場合だったら 75% ぐらいから、だいたいダメージが逆転してくると、この編成ね。この編成逆転して火力がどんどん上回っていくよっていう風になるし、まあ、グリームニルティアマトになるとですね、もうなんと 90% ぐらい、HP が 90% を超えたあたりから、このグリグリグリ、無凸グリグリグリよりも火力が、期待値的にね、ダメージの期待値的にも上がるっていうような感じになってるんですよね。で、まあ、ここの無凸グリームニル並べ編成、僕はもうちょっと4凸とかある程度作っちゃってたんだけど、無凸並べでちょっと触ってみたんですよ。うん。で、その触ってみた感想なんだけど、基礎火力がですね、低いんですよね。かなり低い。うん。基礎ダメージが低いことによって、ちょっとね、難しかった。うん。無理だなっていう風に思いました。正直な話、ティアマトボルトスキルレベル10を、入れた方が火力的にも上がるし、HP 減った時の攻撃力が上がるから、減衰とかにも行きやすくなるんですよね。だからこのグリグリグリでやってしまうと、ちょっとこう、HP がよっ
ぽど減らないと減衰に出ないっていうことがあって、技巧分を加味したとしてもですね、火力が足りてなかったですね。なんで、僕はちょっとここで、皆さんもおそらく薄々と感づいていたと思うんですけれども、結構初心者向けの話なんでね、今回に関しては。言わせてもらうと、グリームニルのハープは、一本ずつ四突した方が基本的には強いかなっていうふうに、思ったのが僕の感想でした。ここのグラフの方でもね、古戦場を見据えるっていうのであれば、敵は HP75% とかを切った時に結構技を使ってきますよね。HP トリガー技とかを使ってくる分、HP とかも減らしやすいんで、そういうふうに考えると、クリームニルハープを並べるよりも、HP トリガーを迎えた際に HP を減らせるっていうふうに考えてですね、ティアマトボルトっていうのを入れて排水を効かせたりする方がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。ちなみにゼノサジタリウスの槍がない場合はティアマトボルト3突を入れても問題なくて、その場合だとグラフ的にはこんな感じになります。黄色グラフがその線なんですけれども、ちょっとさすがにこの安定度っていうんだったらこっちの方が高そうな感じは、ゼノサジ槍の方が高そうな感じはするけど、つなぎ部分としては結構上等な感じになるんで、もしゼノサジタリウスが来なかった場合は3突ティアマトボルト、おそらくクリームニルハープを取れる前に、ある程度は並べてたと思うんで、それをゆっくり強化するっていうのも、また手段の一本なんじゃないかなっていうふうに思いました。ただちょっと例外があってね、例外があって、僕少し前に動画出したんですけれども、グリームニルコトを四突していきましたと。グリームニルコトを四突してって、僕の編成、今こんな感じになってるんですけど、四突が2本で、この今二突なんですけど、二突が1本っていうふうになってるんだけど、この場合だったら、無突のグリームニルが入りました。で、理由としてはですね、この技巧系の関係ですね。技巧が2になって、スキルレベルが15になって、スキルレベルが15になってっていう風になった時は、クリティカル率がかなり上がるんですよ。だからそこで最後の爪としてのグリームニルハープっていうの、ラストストームハープっていうのが、無凸でも、効果を発揮するっていうことで、僕はこの場合だと無凸グリームニルのことを、グリームニル、ラストストームハープを入れた方が、火力は上がったということで、もちろんケースバイケースではあるかなっていう風な話ではあるんだけど、最初の1本、もしくは最初の1本2本ぐらいは、4突、1本ずつ突していった方が、上限解放を狙いにいった方が、火力の伸びは素晴らしくなるんじゃないかなっていう風に思ったんで、もし今からラストストームハープを集めますよっていうような人で、無突2本取ったけど、どうしよう、もったいないのかな、無突に並べた方がいいのかなっていう風に思う人は、僕は、ここから、今改めて言うけど、一本ずつ突っていった方が、四突にした方が火力的には上がるんだよっていうような話を、していこうかなというふうに思ったという話でした。ということで、グリームにいる初心者向け、カゼパー141マルチ枯れるようになった入門者向け、ラストストームハープはどんな風に突っていけばいいのかでした。皆さんの参考になれば幸いです。それじゃ、またお会いしましょう。バイ。